目を追って生み出された技術や技、それは強くて大きな思いの結晶、長崎の未来に残される結晶をフォトリップで記録します。長崎フォトリップは長崎県ホンダカーズの提供でお送りします。今日一緒にフォトリップに出かけるのはホンダの新しい Nボックス。今回は長崎の歴史を伝える技を訪ねて、ホンダカーズ長崎、長崎出島店から出発します。自分なりのこう工夫とか考えでやってまいりました。だいたい損傷の度合いが、虫が食べてこんなに固まった資料と、水害 でカビが吹いた資料と、セメント状に固まった資料、いろんな状態があるんですけれど、木灰の汁でアクって言うんですけど、それが消毒作用とか剥離作用もありますので、こう開きやすくなるんですよ。それから少し見まして、先生方にこんなこと書いてますよと言って見てもらって、それから取り掛かります。字がまず読めて、歴史の中がこう教科書とかとこう合致したりしたら楽しいですよ。最初のうち3年ぐらいはもう読めないし、きついなっていう気持ちだけがありましたけど、読めるようになったらとってもやりがいがあります。諦めてた資料とか、開けないものを開いてみたいなとか思ってます。今日一緒に出かけた新しい Nボックス、大きな特徴の一つが助手席のスーパースライドシート。最大57センチのスライド幅で、後席とのおしゃべりや子供のお世話も楽にできます。また後席からも操作が簡単にできて、車内の移動も自由に、毎日をもっと便利にもっと楽しくしてくれる一台です。長崎フォトリップは長崎県ホンダカーズの提供でお送りしました。次回は伝統の巣を作る職人を訪ねます。